チャオ。あちゃんです。今日のね、今日は1月1日、あちゃん家のお昼ご飯、カレー麺。賞味期限切れるね。カップヌードルのカレー味。ある意味ね、アニメ飯。ゆるキャンのカレー麺です。はい。ということでね、ちょっとね、潰れてんね。長期在庫してたんでね。お湯が足らんかな。おぎりいけた。はい。ということでね、カレー麺をセットして。ちょっとあっちゃんね、タイマーが、時間差になっちゃったんでね。はい。ちょっとあっちゃんはね、まあいいわ。今ちょっと音入ってるけどね、スーパー耐久、今日はね、どこだろうこれ、オートポリスかな、この看板は。スーパー耐久やっててね、で雨でね、中断してて、で、今再スタートって、リスタートっていうところやってんけどね。で、お昼何しようかなと思って、まあリスタートまでに作って食べようと思って見たら、7月って書いたカップ麺があったから、やばい。食べないと、みたいなね。7月25日です。まあね、1週間ぐらい。大丈夫でしょう。この中、賞味期限切れたビール飲んだりね、そんなことばっかりやってるあちゃんです。はい、で子供さっきね、ちゃっと茹でたんでね、もうそろそろ、終わるんでね、あちゃんあとプラス1分ぐらいやねんけど、まあ、硬い目で食べてもいいしね。1。はい。もういいよ。どこだか。はい、もういいよ。食べるよ。あっちゃんはもうちょっと早いけどね。ちょっと蓋開けましょう。ボコボコなってるな。まだね、麺が硬いね、あっちゃんのね。あっちゃんの入れて1分ぐらいしか経ってないからね。ちょっとごそごそしてたんでね、あっちゃんもね。他の準備があってね。よっとしてね、マクラーレンか。ねえ、マクラーレンかっこいいな。マクラーレンね、結構ね、人によったらね、形ちょっと小さいし、一時期のスーパーカーのこと、あっちゃんが好きなね、どれかスーパーカーのこと思ったらね、ちっちゃいのね。ディアブロもそう。ディアブロなんかもう前は細いけど、後ろダーン広かったし。あ、当たった。ああ。接触してね、コースで滑って、そのまま滑っていってね、グリーンの上ね、滑るから、そのまま行って、タイヤバリアも、あ、復帰した。ポルシェかな。マクラーレンって前も後ろも絞られて丸っこい形してるから小さいね、形ちょっと小さいね。でしょぼく見るか、みんなしょぼいって言うんだけど、あっちゃん好きなのよマクラーレン。やっぱりでもフルサイズのスーパーカーの方がやっぱでかくてかっこいいけどね。マクラーレンいいな、乗りやすかったね。まあ、試乗させてもらって一目惚れしたっていうのはあるけど、全部からスープラってね、出た時ええな、だけどスープラってなんかしょぼいやんね、むにゅんって絞られてね。レースはいいんじゃん。久々はレース中継便4輪ね。2輪は好きで読んでたけど、4輪なかったんや。スーパー待機も富士の24時間から飛んで、今までなかったからね。GT もね、この前やってたけど、GT は中継やってないから見れへんかったね。あれ、それ早いから、こっちが。
乾いてきたね。乾いてしかちょっと路面安定してきた。最近すごい雨やってね、中断してて。天気良くなってきてる。難しいのがね、レインで出るかスリックで出るかっていうところ、スリック勢の勝利かもわからね、今回はね。でもこんだけ濡れてたらリア駆動勢はちょっと辛いかもわからんけどね、スリックやと。レースをついつい見てしまう。マクラーレンがこれ。ピッタリできたね。マクラーレンダイヤ広告かな。面が裏くってしんどいな。カレー麺はね、スープが美味しいんだけどね、食べられるかな。数ヶ月前まで美味しく食べてたのに、やっぱ油がしんどいね。なんかひっついた。あ、これあれやん、さっき。いいとこにしてほしいね。ちょっとね、胃をさっぱりさせる、ね、昨日のお寿司の残りを食べよう。お寿司の残りもこんだけになっちゃった。ごごたいてる、ね、パラパラ、いい残りといったらパラパラになった。食べる？お寿司食べる？ロードスターちっちゃいな、かっこいいけどね。そうですね、おきっとすごいね、マクラーレン抑えてるね。マグラにイライラするやろうね。面白い。
いいの最高ね。そうですね。美味しい。あのね、やっぱちょっとね、麺が裏こいで、スープはね、こってりしたカレースープで嫌いじゃない。味はすごい美味しいねんけどね、麺の脂っこさがすごい気になるようになってきて、だからノンフライ麺とかで作ってくれたらすごいいいかもわからないけどね。まあもう、あの、なんだろう、常備するのにね、やっぱり思って買ってちゃうけど、夏の賞味期限切れたやつで、あともうちょっとだけ残ってるかな、直面でぐらいでもうほぼないのよ。9月かな10月ぐらいまでのあったような気がしたけど、もうなかったかな。在庫管理ちゃんとできてない。でカップ麺もあんま買わんようにしてね、やっぱり食べてもしんどいし、美味しくないへんの、美味しくないじゃいいかどうかし、美味しいねんけど、あの、胃がしんどくなっちゃう。だったら、あのね、結局電気が止まっても、カセットコンロとお鍋があったらお米が炊ける。結局だから、常備飯ってお米でいいやんって思ってさ。だから、ね、鍋でダブって炊いて、でもうね、ガスカセットコンロを結構火使うから20分30分炊くからお米はねと思うけど、カセットコンロのねガスを節約するんやったらね、うん、よく見たら薪でもええわけ、その辺で薪じゃって聞いてさ、それも炊けるわけやん、ご飯って水さえあればね。そう思ったらお米でいいのかって。で缶詰もね、添加物いっぱいあるからちょっと気にはなるけど、できるだけね、添加物のないサバの水煮とか、そんなあたりでね、なんかやっていくといいんじゃないのかなと。だから、うん、今人間には1週間ほど食べられなくなって、1週間ほど待ったらなんとか回復するんちゃうかなと思うの。だからお米だけは切らさないでしょかなと思ってだからカップ麺はやめようかな。今ね、カップ麺買ってないの。だからもう今回で最後か、もう一回ぐらいあるのかなぐらいしかなかったと思うよ、在庫のカップ麺も見かけてないよな。まあそんなこんなでね、カップ麺、うん、こう買うこと分からへん、うん、袋麺も一緒やからね、結局、うん、まあ常備食のね、怖いのが冷蔵庫、冷凍庫も止まっちゃう。だから本当に保冷ができへんから、常温で育てるものしか常備できへん。だからカップ麺ってなってますけど、カップ麺が食べるのがしんどくなってきた今ではね、もうどうしたらいいんやろうねやっぱりたまにカップ麺を食べて毒を食べる、毒っていうかもう体に慣らしてしまうのか、逆にもピタッと立ってしまって常備するものはそんなんじゃなくお米で代用するのか。まあちゃんはお米でになると思うんだけどね、僕はまあみんなでもね、1週間程度の食料だけは確保しといた方がいいと思うんでね、何が起こるか分からへんので、うん、ちょっとレースうるさいかな、あっちの声ちっちゃいのかなやねんけど、まあそんな感じでね、何かまあこう備蓄しとくって大事だと思うんだけどね、あっちゃんはお米を備蓄しときます。お米とお塩があれば何とか食べられるんでね、お塩とお米だけは切らさない。お塩お米、水はね井戸やから汲めることない。もう最悪電気止まっても手動で汲んだりして、でもペットボトルの水はね、賞味期限長いから、それ常備しとくっていうのもありやと思うしね、たまに飲むっていうのもありやと思うしね。その中にね、水とお米とカセットコンロさえあれば、なんとかなるんでね。だからカセットコンロだけは持った方がいいと思う。AI のやつって電気止まったら使えなくなるから、とんでもないことが起こるから、最低でもカセットコンロ1個ぐらいはあった方がいいんじゃないのかな。でカセットコンロやったらね、都市ガス止まってもいけるし。うちカセットじゃなくてもプロパンやからさ、プロパンやったら、止まっても縦に出るはずやね。まあでも安全装置が電気使ってるから、安全装置がオフになった時に復旧せへんかったら出へんかもわからん、そういう怖さがあんねんね今ね。昔はねそんなんなしでついとったけど、今なんか義務付けになって、それも
あっちゃんは政府からの義務付けになってるっていうのもなんかあるんやろうなと思ってんねんけどね。だからカセットコンロはそんなんないんでね、カセットコンロ備蓄しとこうと。カセットもね、まあまあ持つからね、ほんま3缶とか6缶とか、3缶セットになってるから、それ1パックか2パックぐらい置いといたらね、1週間ぐらいいけるんちゃうかなと思うんやけど、まあ、そんな感じで、最低限の備蓄で最低限の生活できて、なんとかしのげるようにしといたらね、安全かなと。だからカップ麺ちょっと最近、ちょっとやばいなって思うあっちゃんでした。はい、ということで今日のあっちゃんのお昼ご飯は、カレー麺でした。カップヌードルカレー味、まあ、カレー麺ってあえて言ってるのは、ゆるキャンのアニメ飯っていうこと、漫画飯っていうことでね、はい、あえてカレー麺って呼んでみました。はい、ということで今日のあっちゃんのお昼ご飯、カレー麺よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。賞味期限7月、7月の、25、ん？あれこれ8月になってる、あれまた書き間違えてんのか、これもまたマジ書き間違えしてるわ。はい、ということで今日のあっちゃんの、まあどっちにしても賞味期限切れるか切れへんかギリギリのカレー麺でした。ではまたね、バイバイもう多分カップ麺のね動画が出ることないかもわかんない、これが最後になるかもわかんないです。はい、ではまたね、バイバイ。